そして昨年10月、難病を患い38歳の若さでこの世を去った声優、松木美優さん。彼女を思い偲ぶチャリティーイベントが9月11日、東京千代田区の科学技術館で行われ、およそ1000人のファンが駆けつけました。ご遺族により公表された彼女の病名は慢性活動性 EB ウイルス感染症。この病気のことをもっと多く知ってもらいたいと、イベント実行委員会代表の儀部優子さんは呼びかけます。みゆちゃんの患っていた病気は CAEBV というとても稀な病気で、あまりたくさんの人に知られていない病気なんですけれども、彼女は病気が治ったら手記を書いて、この病気の存在のことをみんなに知らせたいというふうに話していたので、きっと本当に彼女が手記を書いたらたくさんの人がこの病気を知ることになったと思うんですよね。でも今それができなくなってしまって、このまま何も伝えないままだと本当に彼女がやりたかったことをできないままになっちゃうと思ったので、その話を聞いている私たちで、そういう機会を作れたらいいなと思って、会ではいろいろ CABV のことを知ってもらえるように、いろんなところに声をかけて協力をしてもらいました。このイベントで骨髄バンクにドナー登録した方は、今年都内で行われたイベントで最も多く、およそ40名の方が新たに登録したといいます。みゆちゃんは苦しい中でも、一度も生きるのを諦めたことがなくて、いつも一生懸命笑顔で生きていました。なのでぜひ今生きている私たちがちゃんと笑顔で前に進めるように、今日は楽しめるように、みんなでその意思を引き継いでいきたいなと思っていますので、どうぞみゆちゃんの思いがみんなに届くといいなと思っています。